ジェシー・マーシュは、アメリカの元サッカー選手、ドイツのクラブ、RB、ライプツヒゲン監督。マーシュは、DC ユナイテッド、シカゴ・ファイヤー FC、チーバス USA で、メジャーリーグサッカーのミッドフィールダーとして14、シーズンの間プレイし、3つのリーグタイトルと4つの、US オープンカップタイトルを獲得し、サッカーアメリカ合衆国代表チームの2つのキャップを獲得した。 引退後は指導者に転身し、サッカーアメリカ合衆国代表チームのアシスタントコーチを務めた後、2012年から MLS に新規参入したモントリオールインパクトの監督に就任した。マーシュは母校であるプリンストン大学のサッカー部のアシスタントコーチとして1年間、務めた後、2015年にニューヨークレッドブルズの監督に就任。2018年に、 ドイツブンデスリーガの RB ・ライプツィーヒのアシスタントに就任。2019年まで同職を務めた後、レッドブル・ザルツブルクの監督に就任。2021年7月より、RB ・ライプツィーヒの監督を務める。DC u ナイテッドシカゴファイアー FC、ニューヨーク・レッドブルズ・レッドブル・ザルツブルク個人。ありがとうございます。